おす別鉄道、ゆ別鉄道は、北海道釧路市長管内釧路市の根室本線、釧路駅から、道管内阿寒群阿寒町、現、釧路市阿寒町のおす別丹山駅までを結んでいた、鉄道路線などを運営していた、炭鉱鉄会社。おす別鉄道の親会社であるおす別炭鉱が、運営していた差別鉄道線についても、本校で記載する。 東証一部上場企業優別炭鉱の子会社として三菱金融会に所属していた。本社は東京都千代田区丸の内一の二栄楽ビルに所在した。1960年の総社員数は4828名、売上高は678億円であった。元は炭鉱鉄道会社のおス別炭鉱鉄道が炭鉱と鉄道を一体で経営と運営を行っていたが、 1959年、昭和34年9月1日に、オス別対抗株式会社を、親会社として、鉄道部門を経営分離し、オス別鉄道株式会社が発足した。ただし、尺別線、当時は、専用鉄道はオス別単行による経営として、継続した。1969年、 文字利口で発生した人身事故が原因で廃坑となり1970年2月以降の社員の給与支払いの見通しが立たなくなるほど急激に資金繰りが悪化したことでオス別炭鉱も閉山し同年4月に住人の移転作業が終了し鉄道業務も停止した倒産直前の1970年2月に再びオス別炭鉱に吸収合併されたのは 大谷正春によると、鉄道財団の一般職員として、給与を提供するためであったとされる。この合併は、炭鉱閉山で失職する、鉄道従業員に対して、炭鉱職員の身分を与え、離職者手帳の交付対象に加えるためとも、言われているが、第96回国会商工委員会議事録には、オス別炭鉱の岡田社長がオス閉山の時に、閉山交付金は、 直轄事業員には支払われたけれども、おす別鉄道の組合委員には払われなかった。これは私に責任がある。と言って、当時の世田谷の指定を打ったとの津島高勝委員の発言記録があるためこの見解は当たらない。結果的には、それなりの旅客需要がありながら近郊鉄道として、構成ができず鉄道が炭鉱と運を共にすることになった。以下の路線を所有、運営していた。 データは廃止直前のもので、すべて機関線 67mm、全線単線、非電化である。戦備線として、夕別べっ線と愛い線を連絡する計画もあったが、愛い線も1985年に廃止となっている。釧路をすべつ単山間に、旅客列車を1日5往復、うち1往復は、今後、貨物列車を1日13往復、不当線9往復運行していた。 機動車を6両保有していた。廃止後は、全車が関東鉄道に譲渡されて、49,200Y は、キハ 760K761 から763、キハ100はキハ 810K811 から813と、改版された。キハ761から763と、キハ811.81に、便乗、撤去は筑波線、つくば 後の筑波鉄道に、キハ813は、ブレーキシステムの DA1 への変更、便所と荷物室の撤去、座席のロングシート化を行って、上層線に配置された。現在はすべて廃車となっている。炭鉱閉山まで、本線上の貨物列車、混合列車はすべて蒸気機関車で運用されていた。廃線後、蒸気機関車の C11 型は、釧路市や艦長の 赤いベレー内の炭鉱と鉄道館で8700型は釧路製作所で生体保存されている。また、川口湖自動車博物館にあった205は現在は行方不明となっている。開業にあたり二軸客車3両を新請市1923年に国鉄より二軸客車4両の払い下げを受ける。後にこれらの車両は1両を除き差し別鉄道に転じる。 戦時中には木製ボギー車一両が国鉄より入線。戦後に入線した客車は全て国鉄から払い下げられた木製ボギー客車と元北海道鉄道の流線型来年動車。来年動車導入により一部は同じ塗装となり木砂派か、車内放送設備、木ハの閉じ目スイッチ取り付けされ、残りは通勤用や予備車として一両を除き廃線まで残っていた。 おす別鉄道の親会社のおす別炭鉱が運営していた。機関庫は新車区別に置かれ、蒸気機関車 C12 型を3両、客車4両、貨車11両を保有していた。差別炭鉱の軽便鉄道による運転軌道、通称軌道が始まりで、1942年、昭和17年に専用鉄道の差別炭鉱鉄道、通称先鉄に切り替わった。 1944年、昭和19年から差し別と裏頃の両炭鉱が国策旧山となったため、この間は限定的な運用となって、車両や一部のレール等が他に移転されてしまったが、戦後間もなく両炭鉱も再開されて徐々に通常に復帰した。1962年、昭和37年には沿線の林産物や農産物などの一般貨物の取り扱いを機として、 地方鉄道に移行し、一般旅客の利用も可能となった。ただし旅客については、専用鉄道時代の1961年、昭和36年から車弱別新社別館の旅客輸送が、通学用の混合列車に往復を除いて、バス代行となっており、1964年、昭和39年には、新社別社別炭酸間の通勤輸送も、バス代行に置き換えられて、 旅客扱い列車は1往復のみとなった。旅客の国鉄との連絡運輸も最後まで行われなかった。また、地方鉄道に移行後も全国版の時刻表への掲載もなかった。1970年昭和45年2月の閉山後は、車着別新車区別間に1日4往復の旅客列車が運転されたが、4月15日の最終列車をもって、 すべての運輸事業を廃止し、一切の施設が撤去された。差別駅、社弱別駅、粟田前停留所マイナス、新社別駅、浅日町停留所、社別丹山駅。おす別つ炭鉱は、北海道釧路市町管内白ら郡加温別町、現、釧路市の根室本線弱別駅から路線、貸切バスの有鉄バス、釧路を運行していたが1 9七十年有別炭鉱の、 閉山とともに、バス路線の全線が廃止取り、釧路市内路線の上水上線は、東方交通、現、釧路バス、阿寒町郊外路線のふぶ市内線は、阿寒バスが路線を引き継いで、現在に至っている。関連会社の本社業務の多くは、おすべつ単行総務が兼務していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。